お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日もね、こちら負けたらアカウント削除の方を進めていきたいなと思います。で、前回からの続きでやっていくんですけど、ちょっとね、今デッキが迷走してる状態かな。なんかこう、まあ、3つぐらい、なんか候補っぽいのがあって、まあなんか、まあ一応今日はこっちでやっていこうかなと思うんですけど、まあメガナイトと巨大スケルトンが両方強くて、両方レベル10。しかも、このドラドラ系もレベル10なんですけど、アイスイズマスケもいて、みたいな。なので結構ね、まあ悩んでる。すごいデッキが悩んでるんで、まあちょっとね、ちょっと怖いところ。なんか、一つにちょっとね、決めたいっていう部分もあるんですけど、まあ、やりながらね、やっていきながら、まあその辺はね、決めていければいいかなと思ってます。さあ目標はね、今日スプーキータウン3600目指してやっていきましょう。でね、個人的にはこのスケルトン部隊の枠なんですけど、トルネードにしてもいいんじゃないかなっていう思いがあって、トルネード、うわー、小屋か、ちょっと嫌だけど、レベルがそんな高くないから助かりますね。なんかさ、初手にこうバルーンとかさ、やられたり、まあ、なんか、キョスケバルーンとか、メガナイトバルーンとか、なんかもしラバルとかがね、やられた時に、トルネないと俺終わるなって思ってるんですよ。そう、だからすごいトルネ入れたいなって思ってるんですけど、どうしようかな、みたいな。さ、ウッドレベル10が強すぎて、小屋をね、壊していきます。さ、グッドゲームーいや、まあ、まだね、3300とかなので、この辺でね、ちょっと苦戦はしたくないところ。よし。まあ、ユニレベで基本的には勝っていきますね。で、僕多分タワーレベル、今8なんですよ。はい。ここ8って書いてるんですけども、多分ユニットレベルを上げれば経験値が結構いっぱいもらえるんですよ。だから、この辺のレベル上がってないカードを、まあ、本気出してあげれば、多分タワーを9にすることは、まあ、できると思うんですけども、後々のことを考えて、ゴールドを無駄に消費したくないんですよ。だから、まあ、できるだけ使う可能性があるカードだけ上げていきたいかな。まあ、相手がタワーレベル9とか、まあ、10とか出だしたら、ちょっとね、またすぐ上げようかなと思うんですけど、さ、小屋編成が大流行してます。メガナイトダックネでワンパンしていきまーす。風刺さあ、どんどん行きます。前回かな、タワーレベル10の相手と当たったんですよ。そう。いや、びっくりして、いや、呼ぼうって思って結構ね、僕は終わりをちょっと感じましたね。わあ、今回負けるんじゃないかって感じたんですけども、まあ、意外と余裕だったので、タワーレベル10でも。ちょっと11、12とか今日降ってくれるとおもろいな、みたいなこともね、ちょっと思っております。今んところ余裕かな。さあ、ゴブゴヤフなんか 100% ぐらいの確率で入ってますね。で、バルキリーがちょっと多いので、ちょっとプリンスとか追加してね、スケブも咲いたんで、さあ、これは、ヒギワンパン、ユニレベチンパン、グッドゲーム。ちょっと、これ、ワンパンか、ラック、まあ、これで、3400に到達したかな、どうかな。さあ、まあ、してないかしたか、ギリギリなラインですね。で、もうセールももう一応35まで宝箱全部開けてるので、特にね、何もお金が貯まっていくって感じかな。さあ、どんどん行きます。さあ、タワーレベル8。いや、この辺余裕ですね。10とか11とか来ない限りは、相手になんない。3400、これで到達。まあ、魔法の宝箱。さあ来ました。本日、最初のね、ぼちぼちいい宝箱。うわ、次、エリゴル手に入るんだな。絶対いらないけど。エリゴル。いらないって言ったんだけどな。さあ、ウルトラ来た！皆さん。いや、しかも、このスーパーレア9枚が巨大スケルトンは神がかってる。来い！いや、なんでもいい。メガナイトとかアイスイーズとかがいい。うわ、ランバ！ランバー守ってないし、まあ、後々使えないこともなさそうなので悪くはないしですね。しかも魔法の宝箱のウルトラなので結構当たり引いたかなと思います。さあ、続いて相手はレベル8。からの、お、待って、相手のタワーレベル7来た。
いや、珍しいですね。ここで7とか、下引くことなかったんですよ。さあ、いや、強そうだな。いやー、まあ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 。な、多少はちょっとできるんじゃないでしょうか。ゴブリンバレルのレベルはまあ普通。え、低かったっけ今。7だったかな。ウィザード7って結構低いんですよね。いや、これは激アツな試合になると思いきや、多分僕はボコボコにして勝ちますね。やばいですよ、これ。ボコボコっすよ、これ。いや、ちょっとね、まあ、一瞬ヒヤッとはしますよね。やっぱこう、自分よりタワーが低いと、まあ、めちゃくちゃうまい可能性。そして、まあ、自分よりタワーレベルが高いと、単純にね、ユニレベとかが高い可能性があって、っていうので、まあまあまあ、イージー。だんだん行きましょう。エリゴレ、まあ、一応ゲットできるんですけど、絶対使わないので、ザッピーにします。これ勝てば3500かな？早くも。よろしくー。さあ、出ましたね、多分。あのね、このトロ対、こやこやマスケバルキリーのね、CPU 君的なね、人がめちゃくちゃいるのかな？わかんないんですけど、ぽいんですよね。さあ、メガナイトダクネ組んで、一撃必殺。必殺ささ。クラロワにそんなのないんですけどね。でも、バーバリアンだ、ちょっと違う。いや、やばいっすね。ババと、やり込むとスケルトン部隊とか出してるのに一個も止まんないっすからね、これ。よし、こうやってこそないだろうし、もう行っちゃいまーす。コウモリやべえな。あんな生まれることある。クローンとかかけてないのに、ダクネからのコウモリではこんな溜まることあんのかっていうぐらい溜まってましたね。さあ、3500到達かなー。さあ、あと3勝で3600。今日は4か。余裕っすね。軽い。さあ、タワーレベル8。なんか、いつもは、1人か2人ぐらい、なんか動画内で結構ね、やばそうな相手とぶつかることがあるんですけど、今日は本当にね、そんな相手も出てこず、ヤリゴブリンレベル6かもっすね、かも。まあ、わかんないですけど、全然負ける可能性はないことはないですけど、まあ、ない。ないと思うんですよね。ユニレベ的にもね。いやー、小屋ちょっとめんどくさいんですよね。さあ、これあれっすね。バルキリーマスケットの小屋デッキ。めちゃくちゃ見るっすね、これ。無限に。メガナイトダクネで一撃必殺技使っちゃいます。負ける気配が1ミリもないな。3500から今、これで2勝。これともう1勝で3600かな。すげえな、今日余裕すぎて余裕すぎてやばい。なんか動画撮ってること忘れちゃうぐらい、なんかなんて言うんだろうな、緊張感がないというかサバーカでなんか育成してるみたい。さあ、必殺技で終わらせます。緊張感あと、まあ1000というか5600上がってたら、もうなんならカンストの相手出てくるっていう情報が一応はあるのでね。そう考えたら怖いっすよね。あの5600の間に何があんのっていう、そんな一気に変わるのっていう。うわ、待って、なんかセール来たな、このタイミングで。何も変わってないけどな。さあ、とりあえず、いやー、まあライドラかな、なんとなく。え？ロイヤルな年を祝いましょう。これあれだな、普通に多分いろんなアカウントに来てるセールが今多分5時になったんですよ。僕今撮影時5時で、5時になったことによってセールが降ってきた。いや、まあこれは全て課金します。最強になるため。まあこれはちょっとね、5000、6000目指す上での必要なね、出費でございます。ウルトラレア来い。メガナイトでいいよ。いや、ダクネレベル10もまあ悪くないっすね。なんか架空ウィザードとかがちょっと怖いんですけど、いや、これ気をつけ。ムートか、まあ、なんとも言えない。さあ、続いて2400円ですね。さあ、この宝箱はめちゃくちゃ大事っすね。スーパーレアの箱とか2個あるし、さあ、こうキング、いや、これも大事。まあ、ここは少々どっちもいいな。コウモリとかならワンチャン。いや、なんか絶妙なね、レイジとクローンっていう。
親衛隊大スピカー、まあ格上にも使えるカードを選んでいきたいですね。ホバとか多分弱いですね。うわーやべえって。でも僕はキョスケとメガナイトいるんでペッカ100使わないんですよ。だからそれならフリーズでいいかなっていう。うーん、さあウルトラ大事、お願い。持ってるやつが良かったな。持ってるやつで1点狙いしていきたかった。これどうなんだろう、両方使わないよな。ぶっちゃけ両方使わなくて、まあ、プリンの方が可愛いからな。プリンですかね。で魔法はキョスケ、いやライトニングも入れない、ネクロがいらない。いやこれゴミ箱でしたね、この魔法は。さからのスーパーレア、あーウルトラはないっすね。来い。あ、トルネはでかい、トルネでかい。トルネは全然こう使いたかったのでユニレーブ上がるとでかい。いやしかもこれはワンチャンあるぞ。来い。ハンター、いやハンターもでかい、ハンターもでかいんですけど、アイスイズ、マスケ、ハンター、ベビドラ、インドラで対空2枚ぐらいデッキに入れるとしたらどれを使うかってめっちゃね悩んでるとこなんですよね。さあえメーカーいらないんだって。マジでマジでマジで。さあウルトラレア、いやこれメガナイトか。あ違うよ、いやメガライトニングだ。いや熱すぎる。さあいやポイズン微妙だな。ウルトラでもむずいんすよね。いやラムライダーマジいらねえ。ちょっと待ってこれ本当にむずくて、ロイホグもいらないし、フキアもクエイクもガゴムレもいらなくて、ポイズンもぶっちゃけいらないかなと思ってるんですよ。どうだろうな、ポイズン使えるのかな。ポイズンいらないけどスーパーレア何がいるってなった時に、まあキョスケとかか、まあ、メガナイトいるしな。とりあえずラムライダー変えようかな。いや、あれか、ロイホグ変えます。絶対いらないんで。これマスケとか、ファイボとかワンチャン使えるカードになってくんねえかな。いや、ザッピー最近強いんだけどさ。いや、待って。一回ラム。いや、スパーキーいらない、いらない、いらない、いらない。言うのか。いや、好きだけど、みたいな。ちょっと待って。全部微妙すぎん？ポイズンは最悪ポイズンでいいんすよ。ちょっとウルトラ。うわ、まあまあ違うんだって。マザーネクロ好きなんだけど、この企画ではね、本当にいらない。いや、ザッピーでもワンチャン、いや、でもザッピー枚数足りねえよな。マザーネク残しちゃおう。うわ、神。いや、これは神すぎる。よし。さあ。まあ、悪くはないセールでしたね。このゴブリン怖えな。よし。さあ次勝てば、しかもなんなら3600到達なので、なんかセールがね降ってくるんじゃないかなと思います。いや仕上がってんな。ハンターとかもレベル10にしようかな。フリーズも10にして、ちょっとタワーレベルね上がりそうだし、トルネも上げちゃいます。いや仕上がっている。いや結構仕上がってるんですよね。うん、あとはデッキですね。どんなデッキにしていくのかってもうむずすぎてやばいな。トークンも一応あって、トークンも後々ね、もう10とか溜まってきたら使おうかなと思うんですけど、まあ、どれをちょっとユニレベ上げるかまだ決まってないので、さあ、初手ケツジャイアントはなんか、うまい。うまい香りがしてんな。これ勝てば、36です。あれっす。ウッドで引けます、実は。よし。いや、これはでも勝てそうだな、今んとこ。勝てば3600ですからね。なんかあっという間に上がっちゃいましたね。僕の企画なんかあっという間に終わりそう。あっという間に上がって、あっという間に負けて、あっという間に気づいたらこの企画終了みたいな。いや、それはでもちょっと避けたいな。よーし、これで3600到達でございます。いや、セール引かしてくれ。マジで。あと1000で感想とかと当たるようになるなら、もうここで結構仕上げとかないとやばいんですよ。本当に。一気に怖くなる。さあスプーキーターン、ゴーストとスケラが手に入りますね。あとミラーとかヒーラーとか。いやセールコーデ、お、来た。うわめっちゃいいなこれ、やばいな。いやでも出費がいてー、セール課金できるとはいえ、できるとはいえ、まあ、勝つためですけど痛いっすよね。さあメガライトニング来た。まあ、ウルトラこれ確定か、ほぼ確で。さあインドラか。インドラも悪くないんですよ。いや、むずすぎる。まあ、ゴブじゃいらないから捨てて、縦線いらないっしょ。いや、ここは確実になんか、おー、オッケー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 。いや、でも、キョスケとメガネって両方持ってるもんな。さあ、ボムタワーいらない。
3マスケッティアも強いけど、いや5はあり、全然あり。いや、からのナイト多分いらないんですよ僕。どうだろうな。いや、ガクオムレもいらねえ。なんかスケとかでいい。いや、ヤンナミか、まあ悪くはないけど、いや、これ世界一むずいんだよな、このカード選びの方がむずい。戦って勝つより、これ、このカードをね、選ぶの方がむずいんですよね。オープンいらねえな。迫撃ワンチャットか。まあ、バルキリー。うわぁ、これはまあ、バルーンですよね。バルーンレベル10も強いな。いや、ユニレベ思った以上に上がってくれるな。さあ、トリトンとウッド。いや、トリトン強いんすよ。トリトン強いんすけど、いや、トリトン絶対いるな、これ。トリトン仕上げた方がいいっすね。さあ、スーパーレア。うわ、バルーン。いや、神。待てよ。ウルトラ？いやー、来ないか。いや、ネクロ。まあまあ、悪くはないっすね。結構、もらえたな。結構もらえて。いや、スケラー、じゃあ、スパーキーいらないっすね、これも。プリンスがレベル9になったのもでかいし、なんならここで、いや、いろんなデッキ組めるな。いろんなデッキ組めるからこそむずいな。ちょっとポイズンとか、スペル系はね、後々全然使えるんでね。ちょっと先に開けちゃってもいい気がしますね。ヤナメはどうだろう。まあ、ちょっとこの辺も上げていき。ちょっとね、まあ、ユニレベほぼ最強に仕上がってるし、まあ、もうちょっとやってもいいのかなと思いますが、いや、怖いな。まあ、行っちゃいますか。今日まだね、化け物と遭遇してないので、化け物倒すまでは潜っていきやするな。さあ、来た！本日初の格上。タワーはね。ユニレベは全然僕の方が上の可能性はすごいあるんですけど。いや、怖いなぁ。ウッドするのすら怖い。3600ですもんね。そろそろ。本当にそろそろこう、油断できない。うわ、ババコヤレベル9。高えぞ。いや、これ、いつもだったらメガナイト行って勝てるんですけど、ここでメガナイト行くかどうかちょっと悩みますね。ウィザードとかいるとすごい厄介なんですけど、いや、行くけど、インフェ。いや、コウモリが。いや、コウモリが結構いい。さあ、壊しちゃえ。メガナイト。もう一発で壊せるんじゃね？いや、オッケー。いやー、待って、ガゴムレレベル10。ちょっと待って。いや、高い。ガゴムレレベル10はヤンキー。さすがにやばい。俺のアイフィズ10でトントン。うわ、ちょっと待って、本当にやばい。本当にやばいかも。冗談抜きで怖くなってきた。いや、しかも小屋デッキか。いや、小屋デッキはやばい。本当にやばい。負けるかも。僕勝つのは、マスケとかアイスイズを小屋に対してぶつけて、残りを、あれですかね、ダクネとかメガナイトで左逆サイ刺したいっすね。メガナイトダクネとかで。うわ、ちょっとやば。待って、怖すぎ。いや、スケルトン部隊あってよかった。いや、これ踏んでもいい気がすんな。踏んで、一応いい目が開いて回ってるかもしれないんですけど、まあ、踏み毒である。で、一応なんかインフェをちょっとちまちま邪魔する用の隙ぐらい添えてあげてね。よしよし。いやー、ワンチャンある。オッケー、でかい。で、ガゴムレとか咲いたら、単体プリンスもありなんですけど。いや、小屋、やべえな。小屋怖すぎ？なんか、小屋に対して僕何もできないんですよ。その、ウッドしか滑れないし、なんかこう変わってくるとそろそろポイズン入れたりとか、いろいろね、いじんなきゃいけないなっていうのもあるんですけど、怖えよな。デッキ変えるのマジで怖い。何のデッキがいいのかマジでわかんねえ。まあでもさすがにこの前半のこのいいプリンス差しがね、決まった気がしますね。で、ここはまあアイウェズでもマスケでもいいんですけど、一応ちょっとガゴムレ用にね、溶かしつつ、これでも相手さ、ガゴムレで守るしかないと思うんですよ、これ。うわ、やばい。待って。守ってこないはちょっと話が違う。いや、でも相手もこれ。オッケー。うわーべえ、怖えー、怖すぎる。やばいね。この、小屋、レベル高いのとか聞き出すと、ちょっとさすがに話が変わってくる。今、相手の対空も、アイウィズだけで頑張ってるって感じなんですよね、僕は。
そろそろ怖いですけど、ちょっともう一戦ね、ちょっと欲しいな。楽しくなってきちゃった、ここまで来ると。さあ、タワーレベル8位でもクランに入ってるので、ちゃんとしたプレイヤーですね。よろしく。この辺からすげえ楽しくなってくんな。さあ、ダクネ Q。当たり前ですね。もうウルトラとか、なんかちょっとイネレベル高いのは当たり前になってきましたね、そろそろ。さあ、これは踏んじゃいましょう。踏んでカウンターですね。アイウィズ頑張ってくれ。アイウィズできるだけ頑張ってくれ。からの、ちょっとプリンスの差しをね、狙っていきたい。さあ、相手今回スケルトン部隊使ったので、このプリンスは止まんないんじゃないのか？さあ、ダックプリ。これ逆サイスケルトン部隊で、ちょっとね、できるだけ前半の間に稼げそうだったら、もうどんどん稼いでいきますね、ダメージ。なんか、後々にワンパンすればいいやぐらいの感覚だと、ちょっとね、ちょっと怖くなってきましたよね。稼げるときにダメージ稼いで、カツン！オッケー！ふぅ、怖え。楽ね。これでユニレベトントンか。これでほぼトントンってやばいな。マジで怖え。恐怖でしかね、戦うのが。さあ、右に飛んじゃえ。ナイス。さあ、キョスケガン虫、キングに向かって、ウッドで、スケボーとかして、いやー、ウッドが早いの、早いの。さあ、ナイス、グッドゲーム。よし。次勝てば、多分3700いけるかどうかとかだと思うので、まあ、ラスト3700いって、終わるか、あ、でも届かないか。まあ、届かないかもしれないんですけど、よしよしよし。いや、怖えな。怖えな。ラストいって終わります。行くぜ。来い、化け物。あ、オッケー。軽っ。タワーレベル8。なんかもう恐怖がねえな。あー、ベビドラなら。グッドゲームっすね、これはもう。エリババスタンプで。勝ちました。報告しときます。メガナイト踏んで、よし。いや、ちょっと、真面目に皆さんに聞きたいな。後々、メガナイトとキョスケどっちを使うのがいいのかっていうのと、なんかこう、どんなカードが多いのかちょっと教えてほしいな。じゃないと僕のユニットがなかなか決まんないっすね。アイスイズダクでマスケ、ドラドラからの2枚と、どうしたらいいんだろうっていうね、ちょっとコメントをしてくださると、すごいね、助かるかなと思います。さあ、グッドゲーム。いや、気持ちいいな。楽に勝てると楽に勝てるでちょっとね、いいっすね、ここも。なんか休憩挟めて。はい。まあ、というわけで、ちょっと今日はね、ここで終わろうかなと思います。ちょっとね、次回はもう4000ですね。4000がもう目の前なので、レジェンダリーな目指して頑張っていきたいなと思います。というわけで、よければチャンネル登録、高評価等もね、よろしくお願いします。コメントもたくさん待ってます。では、お疲れちゃんでした。またね。